ちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スカークラブ育成シミュレーション、カルチョビットを始めていきましょう。今回はですね、2位、つくば長間戦です。前回、敗北で3位まで落ちてしまいました。そして、つくば長間、強いです。これですね、一周つい日程が空くので、しっかり、どうでしょうか。
おっと、耐えてしまった。危ない。なんとか相手が優勢ですね。ボールを持つ時間が長い。4点目を入れられてしまった。厳しいですね。勝てなくなってきております。終了です。これを使えてるのに緑がね、もう一回床の断交だ。勢いを変えるために交代枠を使い切りました。相手を疲れを誘いたい。ここで攻め合います。これはいけません。イエローカード2歩です。スリートップなんですね。そのほとんど時間がない。気がつけば膠着状態ですね。試合終了です。引き分けに終わりました。この2点を抑えます。ですね、
かに。守備陣があんなにいるのに。なんと守備、ディフェンダーがカイトが前にいた。前半終了直前でした。だから板垣が強力弾を決めてしまいます。いいのやっぱり怖い。2点ビハインドで後半を迎えます。さあここから追撃開始です。強引に押し込んだ。ちょっと角度的には良かったんですが、キーパーの横を吸い抜けてきました。さらにこれですね、2号これにしっかり決めました。同点のヘディング。つけました。その後は両者到着状態で、そのまま2対2の引き分けで試合終了です。こちらの方がゴールシェア率は高いんですね。ただ全部10枠全部いただきました。5位に交代ですね。首位のエルダード欧州とは勝ち点は4です。4差です。5勝3敗の引き分けか。次回は武蔵野ホーネッツとの公式戦です。疲れが相当溜まってますね。はい、もちろん一周休むことで行けるわけですが、まあ、勝たなきゃいけない相手だと思います。ということで、一週休みの後、この武蔵野ホーネッツと戦います。今回は以上となります。よろしければチャンネル登録、高評価をお願いいたします。このサッカークラブ育成修練所カルチョビットは、今まで遊んだ記憶を動画にしております。その動画集、プレイリスト、説明欄にアドレス記載しています。よろしければ見てください。同じく説明欄には、ブログ、ツイッターのアドレスを記載しております。よろしければ、こちらもご覧いただければと思います。ツイッターのフォローもお願いいたします。この動画は最後の20秒で、関連動画、動画プレイリスト、表示されます。お時間ありましたら見ていただければ、嬉しく思います。というわけで、サッカークラブ育成シミュレーション、カルチョビットアーをお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。